死んでる。今ちょっと画面真っ暗です。ずっと今ずっと画面真っ暗。真っ暗やったら真っ暗いけた。あーなんかジョインゲームトライアゲイントライアゲイ出ましたね。あー死ぬんだよね。再起動した。再起動。あ来た来たか。来た。お願いします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 。やばー、ポンズさんやったよ。おー、しまった。おー、エレベーター2階に上がった。すげー。死んでるよ。うわえ、すげえ。死んでる。一階が見えた。一階で足湯さん死んでた。一階で。一階で足湯さん死んでるの見えた。一階のセントラル。一階のセントラルで死んでましたよ。セントラル。え、本当に？一階のセントラル。はい、そう。止まんなかね。このオブザベートリーの、あの、弁当は一歩通行。そう、上から下にしか行けない。オッケー。あと、ボタンどこ？わかんない。教えてほしい。のミーティングの教えてほしい。誰ユキさんにいるの？スキップでも2色いるからね、これ2色いるからね、まだ。2色いるんで。すぐボタン押さないと。あ、俺前足見に見えてるけど。ま、ついてきてもいいよ。ボタン2回ね、とりあえず。おー、すげえ！ 2 回はこう、2回はこう、2回はこう。これすげえ。おー。ミュートしてよ。くせ。開けんのあれ。無事。じゃあ、さあクルメイト来い。クルメイト。よし。よし、タスクするぞ。ちょっと本当にいろいろ研究したいから2回行こっかな。2回行きます。足湯ポンズナオさん。足湯ポンズナオさんいいぞ。うわーすげー。あー。何これ、何を見ればいいのかわからん。何とてもの神。おもろいぐらいにみんな1回じゃなくて今度は2回に湧くっていう。そうね。僕あの1回1人分けだったんですけど、あの影が見えました、全員の。名前がわかんないんだよね、逆に。あ、何人が僕通れてるかわかんのかなと思ったんですけど、ここにいましたよねっていう時系列出しやすいですね。それそれは出せるんや。誰かいたよねって言える。一回ご利用。わ、ほんとだ、影ある。影だー。すげえ、やば、テンション上がってる。お、セロハンテープ、きたー。ちょっと待って、あー、いいんかいこれで。雑だったけど。よしよしよし。なんだこの、なにこれ、なんのあれ。うわ、なんか懐かしい。この音楽懐かしい。懐かしい。
まず、下位置がセントラルのあの長方形のまあ、うん、上の真ん中らへんですね。まあちょうどそのV 字のところ。2階で湧いてるのポンズ野郎、アシューさん、中野津さん、この3人は僕視認してますね。ゆきのもいました。あ、俺、待って、俺は1階だよ。1階ですか、野津さん。1階湧いて、影があるって言うて。あ、すりガラスか、あれ。エレクトリカルの方です、自分は。あ、じゃあ気のせいだったかもしれない。そうですね、僕は影丸さんと中野津さんが初手1階湧きしてるのは見てますね。あ、すいませんでした。本当に1回目すりますよ。1回目の脇とのちょっとウキウキでちょっとあんまり周り見えてなかったです、すいません。 あなたがウキましたね。やべえろ、みんなですよ、おい。おい、もう1回。おお、あ、すいません。このエレベーターに入ってユーズね。おお、すごーい。わーい、2階だー。コミュニケーションズ、okay、コミュニケーションえ、ロビーよいしょ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 、オッケー。めちゃくちゃやってる。これってちょっと待って、今上にいたの誰だ。中野っちです。中野っちです。中野っちは上います。待って、俺と一緒に今いたの足湯さんか、と誰だ。足湯、足湯、ゆきなおです。セントラルで、O2 が鳴ったタイミングで下4人集まってます。その時に黄色、青、黄緑、白の4人がいて、はい、その時にセントラル2階で2人足湯なんやろ、影が動いてる姿が見てるんで、はいはい、それ俺っすね。ともう一人いったはずです、中野っちさんの前に。ナツピョンさんなんだけど、じゃあ俺になるけど、うん、待って、うん、だいぶヒット位置ですね、中野さんが。でもさ、O2 さ、ちゃんとさ、これやらなかったら死ぬよね、全員ね。そう、うん、で、俺マスクつけたのよ。これもしかしてマスクつけられなかったら全員死ぬんか、その。そうそう、なんかマスクつけられなかったら死ぬ。あの、マスクつけられなかった可能性があるかなと思ってる。まあ、俺は疑いしてもいいけど。あの、1キル目の容疑的に中野さんが白いかなってのは思ったんで、それも通るかなと思ってます。うん、全員下だよね。そう、多分そう、うん、で逆に白く見えるみたいな感じですね。毒ガスですね、多分これ。ちょっと毒ガスすげえ、びっくりした。え、強っ、オーツ強っ。オーツバカ強っ、殺せるやん。めちゃ怖い、ね、やばいな、オーツバカ強っ。じゃあ中野地さん目線は、夏ぴょんさんとポンズ野郎さんは酸素マスクを取れなかったバカということでよろしいですか。そうだと思います、そうだと思います。ポンズさんも夏ぴょんさんも結構25秒以内に会ってる人とかいます？やってない。下やったんで。1回では見てないと思います。会ってる前だから、2キルって無理だから、絶対。絶対無理だから、うん、ガスで死んでる。あ、そっか、確かに60秒。あ、じゃあ50秒会ってない気がします、ね。だから、どっちかキル取ってる可能性あるけど、それがでも1回にいたのが中野さんだから、初手キル白いからないんじゃないっていう感じですね。まあ一応、盤面で釣り毒といえば釣り毒なんですけど、確かに。まあ、でもなんか、そう。ガスで絶対ガス、まあ、次は釣れたら考えよう。確かに。ちょっとびっくりした。うわ、こういうの怖っ。わぁ、難しいなぁ。てか、普通に取るの手間取ったわ。うん、わかる。めちゃくちゃ怖えじゃん。うわ、怖すぎだろ、このゲーム。毒ガスで死んでるじゃん、二人とも。おい、近本でどうした、お前ら。なに、おいおいおい、ちょっと待って、入らせろ、入らせろ。めっちゃ面白いじゃん。めっちゃおもろいやん、このゲーム。あ、なんか分からんけど、やった。多分あれだな、なんか魚の姿を映せば。おおおおおお、77%。うわあ、よしよしよし。
今すぐ行かないと。うわ多いなこれ。ちょっと待って。よいしょ。よいしょ。よいしょ。オッケー。はい、そして。どうやって開けんだよ。待って、ちょっと待って、開かないんだけど。あ、伊豆さん、マジか。俺、2階で手で直せると勘違いして、こううろちょろしてて、で、最後セントラルに入った時に2人がなんかすごいゆっくり歩いてるのが見えたんですよ。なんかテッコ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 って歩いてるのが見えて、で死体も一緒にあったので2人のキルはないかなと思ってます。落ちました。落ちちゃった。おい、どうすんだよ。順番に落ちていくのか。やった。あー、終わった。やってました。